春雨は海上自衛隊の護衛艦、村雨型護衛艦の3番艦。艦名は春に静かに降る雨に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍春雨型駆逐艦、春雨、白梅型駆逐艦、春雨に続き3代目にあたる。春雨は昭和32度計画1800トン型警備艦1609号艦として、 呂が選挙で1958年6月17日に帰港され、1959年6月18日に浸水、1959年12月15日に収益し、マイ舞鶴地方隊に編入された。1960年1月16日、第1護衛隊軍令下の第15衛隊に編入された。1961年2月1日、第15衛隊が、 自衛艦隊霊下に再編された第2、護衛隊軍霊下に編成がえ、海上自衛隊は昭和34年度から国産の射撃式装置の研究に着手し、試作を行い、春雨で実用実験を行うこととなった。1965年に環境上のマーク63及びマーク57射撃式装置を撤去し、試作射撃式装置と換装された。 本艦での技術試験及び実用試験を経て、1968年に正式採用されたのが68式射撃式装置である。1967年3月、艦備の爆雷投下機場及び爆雷投射機が撤去され、VDS が装備された。1968年、遠洋練習航海に参加。1969年3月15日、第15衛隊が 第3護衛隊軍令下に編成がえ、1979年8月1日から9月14日にかけて大戦兵装の艦装が行われ、単魚雷落車機を撤去し、68式三元装、単魚雷発射艦を装備した。1984年3月30日、第15衛隊が廃止となり、第3護衛隊軍に直轄艦として編入。 1985年3月5日、特務艦に種別変更され、艦籍番号が ASU-7008 に変更。第一潜水隊軍に直轄艦として編入され、定傾向がアクレに転積。1989年5月31日、除籍。29年間の艦歴において、地球約30周分にあたる約66万回里を航海している。 ありがとうございます。